週2から減量始めて、ご飯の量もおかずの量も野菜も減らすみたいな生活を一番最初に。浴室乾燥を焚いて、お風呂も44度にして、やばい直前ね、落ちない落ちないって、はい、6リットルとかやる選手いますから。リンヤマンチャンネルの時間です。今日は品川神社から減量について話そうと思います。結構何キロ落としてんのとか、どれぐらいかけて落とすのとか聞かれることは多くて、まあ、格闘家みんなそういう動画出したりしてると思うんですけど、僕も減量っていうのを始めて長いので、僕の減量についてこう話していければと思います。減量だったり、まあ、いろんなことを競技に関係なく話したりもするので、ぜひリンヤチャンネル登録お願いします。減量始めは体脂肪、一番体の中でも筋肉は残したい、なるべく当日までにそげるものって言って体脂肪と体の中の水分、まあ、水分はすぐ戻せるんで、あと筋肉の中にある糖分、胃腸の中にあるものとかはこうなるべく空っぽにしてこう行きたいわけですよ。試合前計量の時そこを絞り込みたいから、まず第一に始めるのが体脂肪カットを始めます。これはもう本当に食事の量をバランスよく減らす、油をだいたいカット量を減らしていくことぐらいかな、だいたいそれぐらいですね。揚げ物を食べない。どれぐらい前からそれがスタートするんですか？僕はでも 2,3 週間あればできちゃうそんなにもともと体脂肪多くないタイプなんで、だいたいそうですね、やって3週間かな。その3週間で何キロぐらい？だいたい1週間1キロ落ちてくんじゃないかなぐらいなペースですね。3週間だと3キロみたいな、だいたい、はい、感覚としてそれぐらいはなんか無理なく落とせるかなっていうか、長くて3週間前ぐらいからちょっと気使って、ご飯の量もちょっと減らす、おかずの量もちょっと減らす、野菜もちょっと減らすみたいな生活を一番最初に始めるっす。ご飯の量を 100% としたら80% ぐらいから急な変化与えると気がスイッチがすぐ入るようになっちゃうんで、そこはこうかけない具合をこう見ながら減らしていくっていう感じですね。リンヤはそのバンタム級で何キロ？ 61.2。 でも UFC の場合はメインイベントだったりタイトルマッチだったりしないとリミットまで落とさなくていいんですよ。ワンポンドオーバーでいいんで、だいたい 61.7 ぐらいまで許されてる。だいたいまあ 61.7 ですね。減量に入っていないリンヤっていうのはそこにプラス3キロ持ってる形。普段はもうちょい67ぐらいです。なんで6キロぐらい、3キロぐらい落とすんじゃないですか。格闘技最後って水抜きをするんですよ、はい、体の中の水分は一番早くギュッて。3キロ急いで痩せたいと思ったらサウナ入るのが一番手っ取り早いじゃないですか、はいはい、で一番ギュッてなくなる水分を計量の直前に持ってくるんですよみんな。その直前の計量が朝だったら3時間前ぐらいから水抜きを始めるんですよ。僕は落ちるの分かってるから、まあ、それぐらいでできるんですけど、うん、その3時間で何キロ落とすか？体脂肪カットをやります。その水抜きが最後しやすいように塩分カットとかをしたりするんですよ、体から水が出てきやすい体を作るために、はい、それをして残りのキロを水抜きに当てるんですね。だいたい今は2キロぐらいしかないです。すごいね。いや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 、もうだって6リットルとかやる選手いますから。最後落とすのはサウナに。僕は半身浴です。半身浴、はい、とタオルで体を蒸すっていうのを交互にやるんですけど、それを繰り返して繰り返して。塩分カットって言ってた、それは どうやって、どれぐらいからやるの？塩分カットはそんなしないです。1日から1日半ぐらい。塩気を全く取らない。そうですね。どういうものを食べるんですか？蜂蜜、無塩のナッツ。その時はもう結構計量も近いんでリンゴをかじったりとか、そんなだから食べない。でも最低限のナッツだったり蜂蜜だったりドライフルーツちょっとかじったり、カリウムもついでにあるんで、そういうのは。体脂肪を落としていくっていう作業、それもほぼってその期間がほとんどっすね。結構さっき普通が100だったら80ぐらいだったけど、それを70にしたり60にしたりしていくと、それ
ともずっと85キロ。そこは自分の体とこうバランス練習でどれぐらい使ったからギリ保てる量とかなんかまあ塩梅はあるんですよ、その日その日で。だからちょっとずつ減ってはいくのかな、やっぱ。でも自分の体の対話しながら決めていくみたいな。そうそう、ちょっと多く食べるのも許す。そっちの方が代謝回って落ちやすい、いい状態をキープしてくれる場合もあったりするから、はい、難しいですけど、この辺をなんか伝えるのって。分かりやすいのはやっぱグラムで減らしていくのが分かりやすいかもしれないです、ね、測っていくの。測って食べて。僕は測ってないですもん、測ったりしてた時期もあったっすけど、感覚で減量してる。まとめると体脂肪を減らす期間が一番最初、僕の場合はそうっすね、はい、2,3 週間最後の1回ぐらいから水抜きの準備に入る。僕の場合はちょっと塩を抜く前にちょっとあえて多く取ったりして、今度ちょっと塩排泄するホルモンみたいなの出してこうその時塩抜きしたりとかもちょっとしたりしますけど、っていうのをやって水抜きの準備を始めて、で最後計量当日に半身浴して水抜きする。3時間かかんないです。この間は1時間半2キロですラスト、はい、2キロ弱なんか軽いっすね。前回は4キロちょいぐらい、 4.5 キロぐらいしか当日戻ってなかった。計量ってやっぱ僕たちにとって試合よりも練習よりもきついって聞くんですけど、今のところはい全然きつくないっすね。当日の朝一回だけ死ぬかと思った試合参戦の時の話で減量が間に合わなくなりそうな話あったと思うんですけど、その時一回だけ代謝異常を起こしちゃって浴室乾燥を焚いてお風呂も44度にして最強にあったかい状態にして風呂入ってんのに、なんでか寒くて体調おかしかった時なんですけど、試合前にそれでやばい直前で落ちない落ちないって、はい、超パニックったことあります。その時1回だけ。けどその時いろいろ後から聞いたりして自分の生活と照らし合わせて、その前の過ごし方、あのアミノ酸が取れてなかったんだとかいろいろ全部分かって、最後どうやったらもう汗ちゃんと出るようになるかは分かったなっていう感じ、はい、なんか最近 UFC ファイターが水抜きの前に赤ワインと塩水をこう結構大量に飲むみたいな、10リットルぐらい、そういうのもなんかいろいろいじくって、わかんないっすよ、はい、何が。僕が今やってる減量についてはこんな感じで、中2から減量始めてこういろいろ失敗もありましたけど、はい、またその辺にいろんな失敗もあるんで、その辺についても話したらと思います。またぜひ見に来てください。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。競技のことだったり違ったりしたりいろんなことを話してるんで、ぜひリアマンチャンネル登録よろしくお願いします。リアチャンネル